続いてはデンファレさんをデンファレさんの花を解剖してみたいと思います。デンファレはあのちなみにまあ映るかな、デンドロビウムとファレ、コチョウランの愛の子、交雑種と言われています。はい、まあ、言われてみるとね、どっちの性質も受け継いでるねお花ですよね、はい、同じようにデンファレも萼、花びらっていう作りになっています。裏側、脂肪がね、あの、やっぱねじれてますね。こんな本ついたんですけど、ねじれて咲いています。まあ、あの、他の、もわかるんですけどね。やっぱ萼と、まあ、花びら。わかりやすいですね、見てみると。このデンファレは萼と花びらの違いがすごくわかりやすいなと思います。では解剖していきます。まずね、あの萼を分解していきます。よいしょ。あ、ここはくっついてますね。まあ外せるかな。よいしょ。ああ、なるほどなるほど。鉄弁の形にね沿って、かなり虚というかね、うん、蜜が溜まってるようなところがありますね。実際溜まってるんでしょうか。ちょっと先に鉄弁を、あ、芯弁をね外します。おお、こんな風になってます。面白い。じゃあ花弁をね、おお、外していきましょう。普通のね花びら、他によく見る花びらと違って引きちぎる感じですね。こう根っこからね抜けるものもあるんですけど、面白い。こんな風になってて、ここを外すのもったいないのでやめときましょう。ここもね、先ほどのシンピジウムみたいに細やかなね突起があります。触ってみると結構硬い感じ、なんかふわふわとかじゃなくて、これも虫さんを誘うような道なんですかね。はい。で、ここね、ここが面白い。水中ですね。映ってるかな。ここが少しとんがってますね。じゃあ、あ、わ、すごい、これ。って、なんかテカってる。あ、すごい。あ、わかった。ここね、こうやると、わー、出てきた。かわいい。ほら、ついてるじゃないですか。花粉界。で、この奥がすごいネバネバしてるんですよ。ちょっとくっついてみましょうか。ペット。ほら。くっついた。この花粉界で、まあ、ポロッと取れて中にね、取れて、このね、虫さんが花粉界をつけたそのすぐ奥にネバネバの、これもやっぱ剥がしにくいね、ところがあるんですよ。で、おそらくまた調べてみますけど、ここにね、ひっついてうまく受粉されるんだと思います。で、外そうと思ってるんですけど、ピンセットでつまめるけど、なかなか、なんていうのかな、どんな感じかな、触るとちょっとね、蜜の濃いネバネバ、砂糖水とか蜜が蒸発してネチャっとしてる感じ、そんな感じのネチャネチャ感、粘着感があります。で、この奥なんかね、映ってるかな、
込んでいて、ここの奥に穴があるんですよ。ここにあれかな、虫さんとか、まあ蝶さんと蝶とかかな、わかんないけど、ここに蜜があるか吸い取ろうとした時に、このある入り口にある花粉をひっつけて、その奥にあるもっともっと欲しいって入った時に粘着紙のとこに受粉するんでしょうかね。じゃあここどんな風になってるか見てみましょう。よいしょ。お。パカ。開けれるかな、うまく。おお。あ、ちょっとこっちは割っちゃったんだけど。こんな風に、おー面白い、おー面白いここがやっぱりへこんで、蜜があるのかな、実際ありそうでないのかもしれないけど、奥に少し溝が入っています。で、先ほどここに花粉塊があってひっついたところがあって、ここを避けるとね、中に細かい何かね、やっぱ種の元なのかな、見えるかな、種の元、細かいものが見えます。で、まあこの下がね、脂肪なので、きっとね、まあ、デンファレって園芸品種というか交雑種なので、種子を作るかどうかちょっとわかんないんですけど、面白い、こんな風になってます。ちゃんとね、ここにきっとね、よいしょ、するかな、あ、ピンと合った。種ができて、ここで熟成というか、受粉して受精、ここで受精して種ができるような仕組みになっています。すごい面白いですね。ちょっとネバネバがあって、ちゃんと受粉しやすくなってるっていうのが、見てね、分かって面白かったです、はい、では次はオンシジウムに行きます。